ローストビーフ作っていきます。材料は牛ももブロック、塩と胡椒、オリーブオイル、もしあればローリエ1枚で OK です。30分以上常温で放置、常温に戻すのがすごく大事です。ジップロックに入れて塩胡椒を適量、しっかりしっかり揉みほぐしてオリーブオイルを回しかける。あ、ローリエも入れちゃう。こんな感じで準備 OK。 鍋に水を入れてこいつを入れちゃう。こんな感じ、水はまだ常温です。肉を入れたら強火でスタート、沸騰するまで待ちます。鍋底に泡がついてきたら、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ひっくり返します。で、待ちます。沸騰したら火を止めて、火から下ろして、蓋をして、30分放置。はい、30分後お湯から揚げました。いい感じです。あとは食べる直前に表面をパリッと焼いていきますが、今日は食べないんで常温に冷まして冷蔵庫にしまっちゃいます。山に登ります。フライパン温めてオリーブオイル入れてお肉の表面を焼きます。干した豆乳パックをまな板代わりにして、すっげえいい感じ。お砂糖を入れて赤ワインちょっと、合わせ調味料、肉汁で煮詰めて半分ぐらいまで飛ばします。粉まで OK で、ソース完成。Thank you.